サンクレイの森です当社は平成元年日東株式会社から分離独立し今年で33年目を迎えております札幌に本社がありまして東京にオフィスと開発拠点として中国信洋にラボを持っていますここビジネススプリングの中には AI ラボを設置させていただいています 当社の事業は一つ,つはシステムインテグレーション事業一つはプロダクトサービス事業もう一つはリサイクル事業の三つの事業で構成されていますまずシステムインテグレーション事業ですけれども33年親会社時代を含めると40年弱企業の販売管理在庫管理原価管理 こういうシステムの開発をさせていただいていますソフトウェアの開発にとどまらずお客様の業務分析業務改善を一緒に IT コーディネーターセールスコーディネーターがご提案をさせていただいています次にプロダクトサービス事業です私たちは2017年北大河村教授にご指導いただきながら人の 代わりになる AI のサービスを開発をしています現在 AI の事業の主な柱として福祉のところにフォーカスをしています介護の見守りというシステムの開発をさせていただいておりますカメラでは プライバシーの問題ということがあってなかなか使うことができませんでしたけど私たちは AI の姿勢推定という技術を使って画像を残さずに動画を残さずに見守りをするという仕組みの開発をここビジネススプリングで行っていますまた同様に自動運転の歩行器ですとかあるいは大きな課題になってます認知症のトレーニングこういったものの開発にも 開発も進めていますその他に北海道独自のクマの追跡の調査ですとかさまざまなシステムの開発に取り組んでいます繰り返しますけれども私たちは少子高齢社会におけるやっぱり AI の在り方というふうなものをやっぱり人の代わりになるものだと代わりの仕組みを提供したいという思いでシステムの開発に従事しています。 ありがとうございます。